皆さん、こんにちは。2023年6月7日、女優の田中美佐子さんとお笑いコンビテイク2の深沢邦之さんが離婚を発表されました。おしどり夫婦として有名だった田中美佐子さんと深沢邦之さんですが、離婚理由は一体何だったのでしょうか。デイリースポーツによれば、2023年6月7日、田中美佐子さんと深沢邦之さんが離婚したことが明らかになりました。としています。田中美佐子さんのインスタグラムでも同じように発表がありました。この場をお借りして皆様にご報告があります。パパと私はお別れすることになりました。いきなりでびっくりされた方もおられると思いますが、ここまでに至るまで、私たちにはとても長い年月がかかりました。としています。田中美佐子さんと深沢邦之さんは、1995年に結婚し、2002年12月には長女である女の子を出産されています。田中美佐子さんと深沢邦之さんの結婚生活は33年間と長く、とても仲が良いことで有名なご夫婦でした。そんな中、離婚という道を選択しましたが、離婚理由は一体何だったのでしょうか。考えられる離婚理由を4つ挙げてみました。1つ目が収入格差です。1995年の結婚当初、田中美佐子さんはトップ女優として人気がありましたが、深沢邦之さんは知名度のあまりない芸人で、田中美佐子さんの付き人をされていました。当時の田中美佐子さんの年収は推定1億円である一方、深沢邦之さんの月収は10万円と、収入格差100倍婚と言われ話題となったことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。また結婚した際、田中美佐子さんは、彼はお金がないので指輪の代わりにチワワをもらったと語っていたこともありました。そして実は深沢邦之さんは、当時稼げていないことを理由に、田中美佐子さんからのプロポーズを一度断っています。しかし、深沢邦之さんのお父様より、あんなに忙しくしている女優さんがお前を選んでくれたのはお前にしかない良さがあるんだから、主婦でも何でもやって支えろ、との後押しがあり、結婚を決意したのだそうです。深沢邦之さんのお父様もグッドアドバイスでした。もちろん、現在は、当時ほどの収入格差はないと思いますが、33年間の結婚生活の中で収入格差を感じることはたくさんあったことでしょう。2つ目の理由は、喧嘩が多かったと言われています。田中美佐子さんは2019年頃のインタビューで、深沢邦之さんと喧嘩が増えたと話されていたことがあります。パパや娘の誕生日はサプライズを計画するなど、私がすごく頑張るんですね、なんで私だけこんなに地味なんだろうと思い、ある時、派手にサプライズとかしてもらいたいと言ったら、え、君そういうの大っ嫌いじゃんと言われ、私大好きだけどとまた喧嘩になって、と述べています。具体的な喧嘩の内容は、誕生日が地味などのほんの些細なことだったようです。しかし、この些細なことが大きくなって、田中美佐子さんと深沢邦之さんの間に溝ができてしまったのかもしれません。少なくとも誕生日の件は、深沢邦之さんの配慮のなさが垣間見えます。3つ目の理由が、環境の変化です。田中美佐子さんは2019年に還暦を迎えたから思い切って生きていこうと、長年所属した事務所から独立されました。この事務所には深沢邦之さんも所属されていました。しかしその一方、深沢邦之さんはご両親のお世話をするため、田中美佐子さんと住む自宅から離れ、実家にも住んでいたことがあったようです。深沢邦之さんが練馬の実家に住む両親の世話のために、月の半分ほど別居しているという話でした。結果的に田中美佐子さんと深沢邦之さんは、月の半分ほど別居している状態になってしまったのだそうです。田中美佐子さんの心境の変化や深沢邦之さんの環境の変化は、生きていく中でごく自然なことだったのだと思われます。ただ別居していたということなので、お互いに何らかのフォローがあれば離婚にはならなかったのかもしれません。しかし、月の半分を別居状態で過ごすということに、そもそも一緒に生活をしていくことに違和感を感じたのでしょう。何かのきっかけで元通りの生活に戻ったかもしれませんが、現状を考えれば別離の道を選択することはむしろ当たり前のようにも感じてしまいます。30年以上も結婚生活を送ってきたのだからという思いがあるのも当然ですが、なかなか別離の道を思いとどまるほどの何かはなかったのでしょう。4つ目の理由が、子供が成長したからという見方です。
田中美佐子さんと深沢邦之さんは2002年12月の結婚7年目に長女の空さんを授かりました。田中美佐子さんと深沢邦之さんのお子さんは2023年6月現在で20歳となります。田中美佐子さんと深沢邦之さんは子育てが一段落したタイミングで親としての役目が終わり、自身についての将来の生活を考えた際、離婚を考え始めたのかもしれません。きっと良いきっかけを探していたのでしょう。今回の田中美佐子さんと深沢邦之さんが離婚されたことは本当に残念なことです。おしどり夫婦と言われていただけに、実は内情はそうではなかったと知ることはファンにショックを与えたかもしれません。しかしこれからの人生にとって前向きな離婚だと思いますので、幸せな人生を歩んでいってほしいと思います。田中美佐子さんは1959年11月11日生まれ、島根県沖野郡西ノ島町出身です。松徳女学院高等学校、東洋女子短期大学英語英文科を卒業しています。短期大学在学中に劇団ひまわりに入団をしました。卒業後の1981年に TBS の緑山私塾からドラマ思い出作りで女優デビューを果たしました。1982年ダイヤモンドは傷つかないで映画初出演にして初主演を果たしています。この時期にキングレコードから歌手デビューもしています。しかしその後芸能活動を休止しています。所属事務所の移籍先を一人で探していたこともあって、その時に相談に乗ったのが浅い企画で萩本欽一さんのチーフマネージャーだった佐藤博恵さんです。そして浅い企画へ移籍をした後には女優業を再開してドラマ映画舞台などへ積極的に出演をしています。その後また移籍し、2019年9月末をもって長年所属した浅い企画を退社してロートレックに移籍をしています。田中美佐子さんは1995年11月に元付き人でお笑いコンビテイク2として活動を始めたばかりだった当時の深沢邦之さんと結婚をしています。旦那さんである深沢邦之さんは田中美佐子さんよりも7歳年下で、結婚当時は前述の通り収入に格差がありました。田中美佐子さんは当時35歳で年齢的にヤバかったと語っています。そのため田中美佐子さんからプロポーズをしたそうです。結婚当初は格差婚でもあり長続きしないだろうと多くの人が思っていたのですが、蓋を開けてみれば今回離婚するまでは現在まで離婚の噂もなく良き家庭を築いていました。さて田中美佐子さんの息子がジャニーズにいるのではないかと噂になっていたようですが、真相は一体どうなのでしょうか。ジャニーズ事務所所属のアイドルグループスノーマンのメンバーである深澤辰哉さんが田中美佐子さんの息子さんではないかと大騒ぎになりました。旦那さんである深沢邦之さんと名字が一緒ということもあってそのような噂が立ったようです。しかし息子ではありません。芸能界では名前が一緒だったり顔が似ていたりすると親子説が出てくることがありますが、ほとんどの場合違うことの方が多いようです。ただ深沢邦之さんと深沢辰哉さんがどことなく似ていることは否めません。ちなみに田中美佐子さんは2002年12月に女児を出産しています。つまり田中美佐子さんと深沢邦之さんにはお子さんは娘さんだけということになります。田中美佐子さんは結婚後になかなか子供ができないために専門の病院で検査をしたところ、妊娠しにくい状態だったということです。不妊治療の末に大切なお子さんを授かっています。娘さんは空さんという名前だそうです。目撃情報によると娘さんは田中美佐子さんに似ていてとても美人だということです。神奈川県藤沢市にある湘南白百合学園中学高等学校に通っていたそうです。高校からの募集は一切行わない校則がとても厳しい学校だそうです。娘さんは大学に進学をしたと言われていますが、どこの大学に進学をしたのかは公開されていないようです。田中美佐子さんの旦那さんである深沢邦之さんは現在もピンでローカル番組に出演をすることが多くあるようで芸能活動を続けています。娘さんの教育費は深沢邦之さんが全て出すというぐらい仕事も頑張っているようです。2020年11月20日、田中美佐子さんがフジテレビ系バイキングモアに出演しました。実刑がアルコール依存症を患っていたことを明かしています。番組では、酒を飲んでバイクを運転したとして、道交法違反、
の罪で略式起訴された TOKIO の元メンバー山口達也さんが謝罪文を発表したことを特集していた回でした。山口達也さんは地元が鎌倉で一緒だったということで、結構会っていたし、お仕事もやっていたし、ガソリンスタンドが一緒でと公私ともに交流があったといい、この事件があった時は本当にびっくりしてと話していました。田中美佐子さんは松岡正弘さんが山口達也さんに、あなたは病気ですと言ったことに触れ、自分は普通の病気よりもはるかに重たい病気だと思っていて、何よりお酒に弱い人がアルコール依存症になりやすい、自分が気づかないうちになって脳も侵されて萎縮していく、ものすごく怖い病気と熱弁していました。私の兄がそうだったんです。大変だったんですよ、この病気で今年亡くなっちゃったんですと告白しました。続けて、誰かいないとダメなんです、彼は自分が病気だと分かっていても治らないんです、兄も治らないです、どんどんひどくなって、はってでもお酒を買いに行ったりとか、一緒に住んでいる姉にお金を渡して買ってこいとかと明かしました。かなり壮絶な体験だったことが分かります。いかがだったでしょうか。今回は田中美佐子さんの離婚問題と結婚生活について深掘りしてきました。いわゆる熟年離婚というものが最近増えています。ある一定のタイミングで判断することが多いようです。子育ての一段落、何かを成し遂げた際のタイミングなど、夫婦によってその自由は様々ですが、ここまで来たのだから最後まで一緒にいようという考えが全てではないということが、この芸能人の離婚問題から伝わってきます。第二の人生を歩み出した田中美佐子さんと深澤邦之さんの今後に注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。